世界の頂点を決める戦いが始まります。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。カナダ代表対アメリカ代表ゲーム1の模様を今からお伝えしてまいります。お隣には田尾康さん、黒木智弘さん、そして実況は山口不二夫でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。さあ、カナダの先発ピッチャージョンソン、果たしてどんなピッチングを見せるのか。1回の表、アメリカの攻撃。トップバッターは1番ロバーツ。マウンドは先発ピッチャージョンソン。今日の第1球、これは大きな当たりだ。この当たりは右中間に上がった。懸命に追いかけます。落ちた。ワンバウンド、抜けた抜けた。打ったバッターは2塁へ向かいます。ボールを繋いでいく。右中間へのツーベースになりました。さあ、得点のお膳立てはできました。ドリン、最初の打席は先制の場面となりました。ノーアウトでランナーを出しています。初球ストライクを取りました。ワンストライクです。いきなりヒットのランナーを許しています。さあ、強烈な打球がいった。これは先制タイムリーになる。ボールを追っていきます。この打球はフェンス直撃。さあ、ボールが返ってきた。セカンドランナーがホームに返ってきました。タイムリーツーベースヒット。1対0、先制点はアメリカ。ノンスコアボードに点が入りました。さあ、もう1回今のシーンです。そしてクリーンナップへと続きます。ベローサ、ワンヒットで追加点もありえます。さあ、返せるか。すでに1点を許しています。何を投げてくるか。打っていった。これはピッチャー正面、抑えた。一塁に送ります。一塁アウト。ランナーその間に三塁へ。これでワンアウト、ランナー三塁に変わりました。自分のバッティングをすればいいですよ。結果としてタイムリーになりますから、いきなり先制点を許しています。最初のボールは初球から入れてきました。ワンストライク。さあ、次のボールはストライクを打ちました。今のはファウルになります。キャッチャーの要求は、さあ、この当たりは伸びていく、伸びていく。下がった、下がった。フェンスにダイレクト。さあ、バッターランナーは2塁へ。バッターランナーがホームベースを踏みました。タイムリーツーベース。野球は点取りゲーム。取れる時にはどんどん取りたいですね。チャンスが巡ってきた時は貪欲にということですね。そう、チャンスが来たら食らいつくという気持ちを常に持たないといけませんからね。ベンチの期待に応えたいバッターボックス。ここはベンチも見守るしかないね。ベンチも期待の選手ですね。期待を抱かせる実力は持ってますからね。このゲームはいきなり動きがありました。この打球はセンターです。前に出る、前に出ます。取ってアウトが2つになりました。センターフライに終わりました。ファンはホームランが見たいでしょう。まあ、風に関係なく意識はスタンドだと思いますよ。一発も期待したいですね。まあ、狙いすぎるのも逆にどうかと思いますよ。さあ、どんな計算があるんでしょうか。いきなり先制点を許しています。真ん中は上がったがどうだ。ツーアウトになっています。さあ、次はどこへ行くか。鋭い打球、ここだ。入ったか、入ったか、入った。突き刺しました。ツーランホームラン。配信の当たり、超満員に吹き上がったスタジアムのレフトスタンドに消えていきました。1回の表、ここでホームランが飛び出しました。いきなり優位に進めていきます。今ホームインしました。4対0。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点を追加します。初回から点差を開いていきます。これだっていう勢いを感じました。気合のホームラン。これはね、打ち気満々でしたね。攻守に向かっていく積極性がこの一発を呼んでいます。カナダ代表2番手のピッチャーを出していきます。ダイヤモンド、2アウトからマウンドに上がります。しっかり抑えてくるんでしょうか。そして次の7番ダン、アメリカ代表。さあ、追加点となるツーランホームランが出ています。センターへ上がっている。交代、交代。取りました。これで3アウトチェンジ。1回の表が終了。アメリカ代表4対0リードを取りました。代わって守りますアメリカの先発ピッチャーグラボー。さあ、どんな投球を見せるのか。
1回の裏、カナダの攻撃。まずは簡単にストライクが来ました。これが伸びます。さあ次のボールは、この球は見ます。ボールカウント2ストライク。詰まった、詰まっています。取った、一塁へ、一塁アウト、アウトです。キャッチャーゴロに倒れました。打順は次に変わります、マーティン。この回はワンアウトになっています。真ん中打った、取ってツーアウトになりました。セカンドフライに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。初回まずアウトカウント2つ取っています。初球を投げてストライク、ボールカウント1ストライク。先頭打者は内野ゴロ、その後は内野フライに終わらせました。ここは見送ります。2ストライクです。次のボール注目しましょう。あっと空振り三振、3アウトチェンジ。さて試合は4点差のまま2回に入っていきます。2回の表、アメリカの攻撃。トップバッター、マキャン。得点差は4点、アメリカがリードしています。まずは初球、外のボール打ちました。これはセカンドになります。取りました、一塁送球、アウト。セカンドゴロに終わっています。打順が移ります、ビクトリーン。今日ワンアウトになっています。ストレート、これはレフトへ、ワンバウンド、ヒットになりました。さあ連携プレー見せるか、ツーベースヒット、レフトへのツーベースヒット。さあ長打を期待していきたい。いや、豪快なバッティングを見てみたいですね。ここは長打が欲しいですね。まあでも守備隊形をよく見ていくことも大事ですよ。さあシフトを確認して投手に対します。初回の第1打席、センターへのヒットから、あっといい当たり、この当たりはセンター打ち上げた。いくついくでしょうね。ワンバウンド、フィー、バッターランナーは2塁になった。さあランナーがホームインしました。タイムリーのツーベースヒット。スタイリングポジションにランナーがいると意識が違いますね。そうですね、どのバッターも気合が入ると言いますね。まあ、気持ちが入りすぎて空回りしないことも必要ですけど。そして次のバッターとなります、ドリン。すでに1点を失っています。はい、1球、まずは外から来ました、ワンストライクです。初回の1打席目、タイムリーツーベースを打っています。今度もいい当たり、いい攻撃になりましたね。下がる下がる下がる、あー失速したか、失速した、アウト。これでスリーアウトチェンジ。2回の表終了、アメリカ代表1点を追加。2回の裏、カナダの攻撃。対します、この回の先頭ゴルノ。2回の裏ノーアウトです。さあ今日の第1打席です。初球見送っていきます、ワンナッシングです。さあどうでしょう、速球決まりました、ツーストライクノーボール。決まった、三球三振。次のバッターです、レイ。今日の第1打席になります。続けて三振を取っています。まず最初のボールを決めていきました。147キロです。さあ次はどこへ行くか。速いボールできました。これは釣り球、引っかかりません。この回はワンアウトになっています。内へ、2エンド1、追い込みました。151キロです。さあ次の4球目は、三者連続三振。結局バットが出ませんでした。そして次の6番、ステアーズ、バッターボックスに入ります。まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。第2球。これはまっすぐ、勢いのあるボールを投げ込みます。ピッチャー有利になったか、なんとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。2回の裏を終了、カナダ代表3人とも三振を奪われています。3回の表、アメリカの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。デローサ、1回の打席ショートゴロに終わっています。さあ初球はどうでしょう。強烈な当たり、バランスセンターに上がった、いいと思いますよ。追いかける追いかける、あーっと抜けた、ワンバウンド抜けました。さあ2塁間に合うか、ツーベースヒット、左中間へのツーベースになりました。
大きな期待を背負って打席に入ります。またその期待に応える選手なんですよね。綺麗な放物線を見てみたいですね。まあ目の当たりにすると凄さが分かりますよ。ではどうだ、破っていくか、点差を広げます。追っていく追っていく、破った、破りました、センターの頭の上、ボールは中継のショートへ。今手が取れたホームイン、タイムリーツーベース、6対0、1点を追加、6点差になっています。野手の間を抜いていくのか、コースに逆らわない心掛けが必要ですね。どの辺を抜いていけばいいでしょう。きっちりセンターから右の方向を狙うべきでしょうね。これも痛烈な打撃、これは低い当たり、打ち上げてセンターの打球、ワンバウンドヒットになりました。今のがこの回3本目。さあ、このバッターがホームインしました。タイムリーツーベースヒット。まあこうなったらいいボールしか手を出さないでしょうね。バッターは余裕を持って打席に立てますよね。まあここは得意な球を待てばいいって感じですからね。そしてバッターは6番ブラウン、これが2回目のバッターボックス。最初の球は、さあこの手が二遊間抜けるとランナー帰れそうだ。セカンドランナーは三塁ストップとなりました。ノーアウトランナー三塁一塁、この回もチャンスを作りました。さあ繋ぎました、ダーン、ダイヤモンド。今日は1回と3分の1を投げ、許したヒットが6本、失点は3となっています。打って、これはダブルプレーコース、サードランナーがいるが抑えた、2塁はフォースアウト、1塁アウト、東京3のダブルプレー、8対0、ここも点を加えます。どんどん点差を開いていきます。バッター、マキャン、この回失点が続いています。最初はインコースから来ました、ワンストライクです。2球目、今度もいい当たり、行ったか、行ったぞ、これは行ったぞ、入った、低い弾道で飛び込んだ、ホームラン、ホームランです。綺麗に捉えた、強烈な打球はこのスタンドに飛び込みました。3回表ホームランを放ちました。そして今ホームイン、9対0。さあ田尾さん、今のバッティングはどうでしたか。いや、ここでホームランが出ましたか。1点追加、点差は大きく開きました。次のバッターが入ります、ビクトリーン、3回の表2アウトです。すでにこの回失点を重ねています。これもいい当たりだ、この打球も大きい、これも大きい、刺さった、ホーム、2者連続のホームラン、バットに乗せた打球はあっという間にレフトスタンドに届きました。3回の表、2者連続のホームランとなりました。その差はどこまでもどこまでも開いていく。今ホームインしました、10対0。そしてベンチ前、コーチもいます。1点を追加、この回5点目、さらに点差が広がりました。カナダ代表、ここで3番手ピッチャーを出します、デイビッドソン、ツーアウトの場面で登板となります。アメリカをどう抑えてくるんでしょうか。打順がトップに戻ってきます、ロバーツ。さあ3回目のバッターボックス。さあ初球はどうでしょう。この回はツーベースヒットから始まりました。まだ続いています。ストレートを振って左方向へ、ワンバウンドヒット。さあバッターランナーは二塁へ、ショートが中継、3打席連続のツーベースヒット、センターへのヒットが出ました。そして次のバッターを迎えます、ドリン。さあ3回目の打席、第1球です。初球から打った、痛烈な当たり、これも大きいか、大きいか、大きいぞ、見刺した、ツーランホームラン、初球を放り込んだ、左に打ち返した打球は一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。そして今ホームイン、12対0、ベンチ前、ラインとタッチ、2点を追加、この回7点目、点差は大きく開きました。打順が移ります、デローサ、この回失点が続いています。最初の1球、まっすぐ落ちました、打球はセカンドへ、取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の表が終了、アメリカ代表7点を追加、12対0、一気にリードを広げています。3回の裏、カナダの攻撃、7番からの打順になります。ここまで4人の打者を連続の三振に奪っています。最初はストライク、ボールカウント1ストライク、次の2球目、このストレートは外れています。このボール球には引っかかりませんでした。ストレート、ファウルボール、三振、それで5人連続、ブラボー、今日は絶好調、怪盗ランマのピッチングです。
打順は次に変わります。レグラー、このゲーム最初のバッターボックス。まず先頭バッターから三振を奪っています。第1球はどうか。初球ストライク、ワンナッシングです。さあ第2球、ストライク、150キロです。ここで変化球です。この球は外れています。次の4球目、三振。これで6人連続。これはバッテリーの配球勝ちです。そして次の9番オアー、2アウトになっています。何を投げてくるか。インコース打ってキャッチャーを抑えた。一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。3回を終了。カード代表、この回も3人で攻撃が終了しています。4回の表、アメリカの攻撃。先頭のバッター、ユーキリス、打席に入ります。3回の2打席目、2打席連続のヒットを放っています。第1球はどうか。強い当たり、この当たりですよ。後ろに下がった、下がった、抜けた、長打コースになる。打ったバッターはセカンドへ。さあ中継間に合うか。3打席連続のツーベースヒット、センターオーバーのツーベースヒット。さあランナーが出ました。ライト、バッターボックスに入ります。ノーアウトランナー二塁です。どうですか田尾さん、ここはどうすればいいでしょう。これも痛烈な当たり、これは先入観へ、一塁へ。これは一塁アウト、サードゴロに終わりました。そして打順が変わります。ブラウン、今日3回目のバッターボックスです。どこに出てくるんでしょうか。まずはストライクを取りました。ボールカウントワンストライク、このボールはどうか。真ん中打って、打球上がった、下がった、下がった、取りました。これでツーアウト、ライトフライに終わりました。アウトが2つになって、次のバッター、この前の打席はいい当たりだったんですが、ショートへのダブルプレーに倒れています。いい打球でしたね。初球はどうでしょうか。最初は変化球持ってきました。ワンストライクノーボー、ツーアウトになっています。ドンピシャのタイミング、センター下がる、見送るか、見送るか、一直線で飛び込んだ、ツーランホームラン。会心の当たり、会心の当たりはこのスタンドに消えていきました。4回の上ホームランが出ています。この試合中盤で既に勝利は見えたのか。さあ田尾さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。このど真ん中ということでピッチャーは後悔してるんじゃないですか。はい、2点を追加します。さらに点差が広がりました。この回も点を与えています。初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。さあ3回目の打席、今度もいい当たり、これはセカンド、セカンドが抑えます。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。4回の表が終了。アメリカ代表2点を追加、14対0、点差を広げました。4回の裏、カナダの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。バーンへ、次へと繋いでいけるでしょうか。序盤戦、完璧なピッチングでスタートしています。ブラボー、今日の3回までのピッチング、ヒットは打たれていません。失点なしの成績です。ストライクです。ボールカウント2ストライク。サインはどう出されたのか。3球三振、これはバッター見送りました。そして次の2番マーティン、まずは三振でワンアウトを取っています。まっすぐを打って、これは低い打球、早くも奪った三振の数が7となっています。まっすぐで決めました。ツーストライクです。果たして3球勝負するのか。あーっと打った、これはピッチャーの横、取りました。一塁へ送ります。一塁、これはアウトになります。ピッチャーゴロに終わりました。次のバッターです。ボット、早くもツーアウトにしています。さあ初球はどうでしょう。まずは初球ストライク、150キロのストレート。今日2回目のバッターボックス、外れてボール、ワンエンドワンです。3球目、ストレートできました。147キロのストレート、チェンジアップはわずかに外れた。アウト三振、これで3アウトチェンジ。4回の裏を終了。カナダ代表、4回目の三者凡退に倒れています。5回の表、アメリカの攻撃。そしてこの回の先頭ビクトリーヌ、5回表ノーアウト。こんな選手はね、ランナーにすると嫌ですからね。はい、とにかくまず、あっといい当たり、大きいぞ、これは大きいぞ、フェンスオーバー、ホームラン、また入った、マインドスタジアム、レフト
スタンドに消えていきました。5回の表ホームランが飛び出しました。あーもう一方的、あまりに一方的、今ホームインしました。15対0。今のバッティングについてお聞きしますが、田尾さん、ちょっと変化球が優しくなりましたかね。はい、そうなんですね。1点追加、点差は大きく開きました。打順が変わります。ロバーツ打席に入ります。15対0、アメリカがリードしています。本当ものすごい猛攻ですよ。はい、どこに入れてくれた。まっすぐ落ちました。高いバウンドになりました。ピッチャー取りました。一塁に送ります。アウト、アウトです。ピッチャーゴロに終わっています。次のバッターに変わります。ドリン、本当ね、積極的に走ってくる選手ですからいいですよ。はい、その盗塁を決めるには出塁しなければなりません。いい当たり、初球からいった。左へ、レフトに上がっています。赤丸目を破った、長打コースになります。さあショート中継する、ツーベース、左中間へのツーベースが飛び出しました。さあランナーが1人出ました。ゼロース5回の表ワンアウトです。デイビッドソン、今日は1回と3分の2を投げて打たれたヒットが6本、そして5失点という成績です。打った、これはセカンドになります。一塁へ送ります。一塁アウト、ランナー3塁へ進めました。さあヒットを重ねたい。そりゃもうね、毎試合ヒットは欲しいものですよ。当たりが欲しいですね。今日は2打点を挙げています。どこから行く。初球を叩いた、レフトへ、レフトへ、ボールはどうだ。しかしポールの左、ファウルです。2球目はどうか。外角高めのストライク、力強くね振ってんですけど、はい、ここは大きな空振りになりました。あっと強い当たり、これも入るか、入るか、入ったか、入った。ツーランホーム、ホームランで続きます。満員になったスタンドのあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。5回の表ホームランが出ています。終盤の試合が決まってしまったか。今ホームイン17点目。そしてベンチ前、ファンも喜んでいます。2点追加、さらに点差が広がりました。カナダ代表を4番手のピッチャーに変えていきます。バートン、ツーアウトからマウンドに上がります。アメリカに対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。そして次の5番ライト、1つ前の打席は綺麗な当たりだったんですがサードゴロに終わっています。第1球です。インコース打った、打球は右中間だ、落ちるか落ちるか、ボールを追っていきます。この打球は追いつけない、右中間を破りました。中継に入る、ツーベースヒット、右中間へのツーベースヒット。そして次のバッターを迎えます。ブラウン、右のバッターボックスです。さあアメリカ代表、センターへのツーベースヒットでランナーが出ました。さあ1球目、痛烈な打球、初球狙った、打球はセカンドへ、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。5回の表が終了、アメリカ代表3点を追加、リードを広げました。この回も得点を入れています。5回の裏、カナダの攻撃、対するこの回の先頭ホルノ、先頭打者としての役割は果たせるんでしょうか。この試合すでに奪三振の数が8となっています。さあ次はどこへ行くか。これはストライク、2ストライク、3球で決めてくるか。空振りの3球三振。そしてバッターは5番レイ、5回の裏ワンアウト、今のでまだ40球という今日の球数です。さあ初球はどうでしょう。まずは初球見送りました。150キロです。グラボー、今日は5回途中までを投げ、ストレート落ちました。取りました。2アウトになっています。打順が移ります。ステアー、左の打席に入っています。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ完全試合の瞬間が近づいてきたが、この回順調に2アウトまで来ました。外に決まりました。直球で追い込みました。さあ1球様子を見るか。アウトコース打って、これはセカンドになります。抑えた、一塁に送ります。試合終了。ワールドベースボールクラシッククール C ゲーム1はアメリカの勝利となりました。世界の頂点へ、まずは初戦を飾りました。ご覧いただきました。今日のゲームの解説は田尾康さん、黒木智博さんでした。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。